後で誰か呼ぼうか、はい、呼んでから通して。何でしょう、何でしょう、ね、スイーツは熱いですね。スイーツも2個今日は持ってきてるので 2個ありますので、はい、みんなでプレート子供たちも興味津々ですね。何だろうって。10秒ね。はい。失礼します。はい。よっ。始まりましたよ。古川さん。はい。お願いします。なんか変なになった。マイクあります。はい、皆さんこんばんちは、ブッシュランドのお時間です。この時間のお相手は平安さんがお届けしますよっと。このはい、3行目から読めばいいな。この番組ブッシュランドは何もない土地を開拓し、創造する力と新しい世界を築き上げていこうという番組でございます。前半のコーナーチラウの小部屋ではいろいろなジャンルの音楽をお届けし、後半のコーナーではゲストの方をお迎えして楽しいトーク、お得な情報をお届けいたしますよ。19時までの1時間、どうぞ皆様お楽しみくださいませませ。この番組の提供は元気な子豚を育てる赤峰ファーム、バババン。はい、親切で親しみやすい相談者の味方、遠山孝義税理士事務所の提供でお送りします。これはイノストリームこっちだけなんですか？ね、映像はそっちも映ってるんですか？映ってるよ。2画面を切り替えて見せてる。1つの画面に上下に映してる。ああ、そうなんですか。もう上半身映ってるよ。ああ、そうですか。チラウェイ持って大変だみたいな。はい、飛びよう。はい、3、2、1。よし。ありがとうございます。待ってよ。もうちょっとで。あと20秒だね。大丈夫よ、はい、適当にマイク上げます。はい、改めましてこんばんちは、ブッシュランドのお時間です。この時間のお相手は平安さんがお届けいたしますよと。そして本日のゲストはこの方ですよ。自己紹介どうぞ。はい、株式会社アクティエージェントの藤田でございます。
藤田さん、はい、ようこそ。ありがとうございます。ようこそ。一体何持ってるのって、はい、弊社のオリジナル製品。あ、製品ね、はい、名前はチュラウェイと申します。はい、ね、まあ、この FM カザは郵送ツイキャスもやってるので、この、気になる方は何持ってるかなは、FM カザのホームページから、はい、リンクできますので映像を見てくださいということです。で、そうそうそう、藤田さん今日ゲストなんですけど、詳しく藤田さんの何者かっていうお話は後半戦でやるんだけど、はい、前半後半分かれてて、オープニングでも言ったようにチラオの小部屋っていうちょっと収録が流れるので、後半ね、いろいろとお話伺っていきましょうね。はい、で、面白いですよこの藤田さん、マジで面白い。ちなみに藤田さんどこ出身なんですか？はい、大阪は和泉市出身です。あ、大阪から？はい。ん？最近沖縄来たの？1年半前に。1年半前？はい。あらね、あ、ごめんなさい、もう一回会社の名何だった？はい、株式会社アクティエージェント。アクティエージェント、はい、はい、何屋さんかっていうことなんだけど、まあ、IT 系よね、はい、単純にね、はい、でただの IT 系ではないので、また藤田さんは、皆さんがよくよく存じているあれを作ってましたっていう人なのね。うん、キーワードはFF って分かるか。まあまあ、後半で話を聞いていきたいと思います。はい、ブッシュランド、この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メールアドレスは761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp です。ファックス番号は0989348653、9348653です。そして、ね、先ほども言ったけど FM コザではユーストリームツイキャスの配信も行っております。 FM コザのホームページを検索していただいて、そこから、ね、もうすぐダイレクトに見れるので、そこの方でもユーストツイキャスでもコメントお待ちしています。どうぞどうぞやじっちゃってくださいねっていうことです。はい、それでは前半のコーナー、チラオの小部屋をお届けいたしましょう。作曲家の赤嶺寿司さん、平井真さんらによる音楽の世界を広い知識と深い欲望で幅広くお届けするチラオの小部屋をお聞きくださいませませ。これ20分あるから、はい、ユーストは走ってるんです。あ、走ってる、ずっと走ってる、はい、声も入ってるからさ、はい、音も入ってます、入ってるよね、皆さんね。で、30分ぐらいかな、はい、6ぐらいになったら始めましょうね、またね、はい、OK、ということで、今のうち Facebook に投稿しちゃいます。はい、僕も一応入っとってもらってもいいですか？はい、すいません。待ってよ、取らそう。はい、そう、取らそう。はい。はい、3、2、1。はい、もう一枚。あ、お願いします。フェイスブック用のもの。OK。やってみます。あら。CM が入ってるの？はい。はい。いきます。はい、3、2、1。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。カメラ。はい、ありがとうございます。
CM 入るんだね。ライブの録画を保存しますかって出てますよ、はい、あ、またライブ多分一回ちょっと切れちゃったみたいな。あ、切れちゃったんですね。もう一回付け直します、はい、あ、でもこれで、うん、やってるよ、流れてる、あ、大丈夫、はい、うん、誰か小学生呼んでください。はい、小学生誰か呼ぶかな、呼びます。誰か一人でちょっと呼んできます。あちらの最中だから今大丈夫。はい、ぐるっと回ってみて、真上とか真下とか。すごいね。うわ、なんかすごい。海にいる。人もいたもん。いる。うわ、下にいる。もう人がいる。もちろん、ちょっとこの子と一緒に撮ってな。すいません。おいで、おいで。はい、行きます。三二一。はい。誰かまた別の方に見てもらえますか。あ、大丈夫です。はい。まあ、あの半まで大丈夫だから。あと2人ぐらい、はい、うん、どんなお兄ちゃん、どんなね、すごい、面白いんじゃない。これもじゃあ2台で回しましょう。2人ぐらい来てもらいましょうか。あ、ちっちゃいのか、どっちがいいのか、このがいいの、はい、あ、そっか、大きいのとちっちゃいのがしますか。ぐるっと回って、ぐるっと回って。
はい、どれ見てきました。その3台しかない。これあのチュラウェイっていう製品でおじさんが作ってるみたいな。大変なことになってる。チュラウェイにみんなハマっちゃって大変です。この星で、あ、これで面白い。この方向に見てみ、人がいる。一人までいる。宇宙人いる。宇宙人。嘘だよ。宇宙人だったら出よっか。楽しんでいただけましたでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。はい、どうも。はい。チュラウェイ、覚えて帰ってね。チュラウェイね。はいはいはい。子供系はいいな。はい、間違いないです。ありがとう。ありがとうね。カメラのアングル直して子供がいたらあれね、はい、いいね。はいはいはい、にぎやかや、ありがとうございます。子供が多い高根の花子さんです。ありがとうございます。ありがとうございます。みんな俺もちょっとメイクしてみようかな。
何の話しようかな。楽しいですね。うん、はい、よし、やってみました。つぶやいてみました。本当ですね。うん、まあ、じゃあ、今日なんかマハロおいでって言われたけど俺、はい言われましたね。ぜひぜひ。調整に必要だ。あ、なんかあるんですか。うん、電源が、うん、まあまあ大丈夫。じゃあ何があるって言ってた。今日はあのヒーハー会。あ、ヒーハー会。ヒーハー会、ヒーハー会って何、はい、ヒーハーのヒーハー。わかんないですけど、その夫婦で出られるらしいですよ。なんだろう。なんだろう。まあ、交流会、交流会だと。はい。あとロック。はい。ヘッドホンも必要？別に？大丈夫です。子供たちはものすごい喜んでましたね。ね。嬉しいですね。ね。こういうのがいいね。うん。子供たちはよく来るんですか？この番組、この次の番組が子供たちが出るわけ、はい、だから登場するわけ、野球少年たちが。ああ、じゃあもう毎回こんな感じになるんですね。うん。何の話しようかな。はい。何の話するかは。あ、この後後半ですか。うん。そうですね。さっきもあの浦瀬工業高校さん、あ、そうか、ね、授業に行ったんで、その授業の話を聞きたいな。はい、話とか。うん？こうやってあの学校に行くのって、はい。何回かあるんですか。はい、何回かありますね。宜野湾中学校さんとか、浦添工業高校さん、あと沖国大さんで場所を借りて、まあ、そういう無料セミナーをやったりとか。あ、はい、これは何ファンスの、はい、やっぱりあの子どもたちの年齢層もによっても違うと思うんですけど。そうですね、あの IT カレッジさんでした時はもう専門学校なんで、即もちろん就職っていうのは分かってたんで、うんうん、もうどんな自分の将来仕事に就きたいかなんていうようなお話をメインに、うん、で今日はここなんでもっとこう柔らかい話にしようかなと思ったら、何年生向け今日は、高3 1年生、あ、高1か、1年生なのに、うん、ニューヨークでデザインの会社をやりたいとかですね。すげえ。もう高1なのに、なんかもうすでに3社から来ないかって言って、あの進学せずに就職しないかってオファーが来てる女の子です。うん、そういうのを専攻してお勉強されてるのかな。
デザイン科の皆さんだったんですけど、でも本当に夢が非常に面白くてですね、いいねいいね、はい、でいろんなアドバイスをしたりで、先生からも校長先生からもあの、うん、なんか進路指導みたいですごく良かったとそういう話をじゃあちょっと後半させていただいたり、これがカウントダウン終わったら始まるんですね、この、うん、あと3分あるから、はい、音楽がちょっとキレのいいところで切るね。はい。音楽が。させた、はい、よし、よし、大丈夫だよな。先週もマイクのスイッチオンするの忘れてからずっと喋ってた放送事故、はい、もう放送事故ばっかりだからさ、これ、ほんとほんと、まあね、まあ、気軽に気軽に、はい、うん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 、よし、あとはもうユンタクウだ、はい、あ、そうね、その学校の話とかもいいですね。そうですね、うん、あとはプロフィールの話とか、なんでこうチラウェイをなぜ作るようになったかとか、うん、そうそうそう、そこら辺ね、そこら辺攻めていきたいな。今日はまたマハロ行く。行きます。マハロに行くかじゃ。行きます。はい、行くか。ちょっとスケジューリングもあるんだよ。まあ、行くか。はい、始めますよ。ブッシュランド後半戦でございます。そして本日のゲストは改めまして
自己紹介していただけますか。この方です。はい。はい、皆さんこんにちは、株式会社アクティエージェントの藤田でございます、うん、あ、藤田さん、藤田でございます。まあ、はい、大阪人だね。はいはい、藤田さんはアクティエージェント、はい、どちらにあるんですか、会社は。はい、那覇の上原にあります、うん、上原に、はいはい、上原にあって、はい、で相当大企業だと思うけど、いえいえいえ、従業員規模は何名ですか。はい、もう僕と僕だけです。あ、一人みたいです。はい、一人でやってるみたいですね。はい、で、アクティエージェントさんは、はい、何屋さんですか。はい、マイク近づけて、うん、IT の会社になります。 IT の会社ね。はい、 IT の会社って、はい、まあ、正直言ってさ、はい、IT 系 IT 系って言われて会社は、まあ、たくさんあるじゃない、はい、よくわからないわけさ。はい、で、まあ、何、ホームページ作る、ん、他には何、プログラム作る、はい、なんだろう、まあいろいろあると思うんだけど、はい、その中でも、はい、何をされてるのっていう、はい、まだ弊社9年の若い会社なんですけど、うん、この1年半前に沖縄に来てからは、うんうんうん、なんとですね、世界最先端の、うん、360度動画、これに特化してやっております。360度動画、はい、言われてもよくなんかピンとこないんだけど、はい、まあ、動画あるじゃない、まあ、これもユーストツイキャスをネットでね、はい、配信してはいるんだけど、はい、360度っていうとどういう意味、もう後ろも前も上も下も見れるっていうこと。はい、Google のストリートビューがあるじゃないですか。 あるある、あれは静止画なんですけど、静止画だね、あれは空も地面もありますよね。あ, ね、あれが動画で全部動いて音も出るようなイメージですね。ああ、はい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 、まあストリートビューとか、Google Earth とかさ、まああれはどんどん拡大していって最終的には、写真が引き伸ばすっていうところで止まる、はい、あ、そういうやつか。はい、でしかも動画、はい、まあ、平面じゃない、はい、これ右も左も上も下もって勝手に動くの、カメラが動くって意味。はい、専用のですね、うん、今このユーストリーム見ていただいてる方には映ってるんですが、うん、弊社が開発したこのチラウェイっていう、この機械をセットして見ていただきますと、うんうんうん、なんと自分の顔が向いた方向の映像が動画で見れると。ああ、これは何ね、 GPS かなんかで見れるのかな。センサーが、まあ、入ってまして、はい、それは秘密、企業秘密、秘密みたいです。大したことはない大したこと、分かる人が聞いたら分かると思うんだけど、はい、まあなんか動くのね、はい、例えば自分の、はい、右見たいとか言ったら、はい、右見れる、まあ、さっき僕も見たんだけどさ、はい、みんなしかむね、はい、で実はチラオの小部屋の間はですね、まあ、収録が流れるのでラジオの電波ではお伝えしてないんですけど、ユースツイキャスは分かるね、次の番組ヒッティングチャンスってあるんですけど、その番組に出演される野球少年たちが、まあ、ギャラリーにはいるんだけど、もうスタジオ入れてから子供たちに見せたら、うわーすげーとか言ってね、 ねすごかったやつさ、はい、ちょっと熱気ムンムンしてしまったんですじゃないかはい、はい、まあまあ説明がねなかなかできないんだよね、はい、もう見てもらわないと。で思うのがさ、はい、いわゆる IT 系、はい、IT 系ではあるんだけど、これってもう極めてアナログチックだよね、はい、ね、だそこのギャップが、何、 IT 系っていうとデジタルで、はい、そのアナログチックなものとはかけ離れていくようなイメージあるじゃない、はい、なんだけどあえてこっちになんか戻ってきて、はい、でしかもこの専用 なんていうの専用スコープ な,、はい、なんていうの、この覗き機械があるじゃない、機械で、はい、箱ね、はい、箱ね、ね、それも、デザインが木なんだよね、ウッディなんだよね。あ、これね、これです。あ、1個ちょうだい、1個、はい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 、これです、これです、これですって言ってもラジオでこれですって言ってもね、はい、ユーストご覧の方は分かるかなと思うけど、そうですね、ユーストの方では実物を見ていただけると思うんですが、ね、はい、すごい。で覗き、はい、まあ、レンズがついててさ、はい、これを覗くとすごいことが起こるんだよね。すごいことになります、ね、
っていうチラウェイを開発されてる藤田さんです。はい、はい、よろしくお願いします。はい、でまあできて9年の会社と、はい、で沖縄に来た1年半、はい、なるんですよね。はい、でそれ以前は、はい、ちょっと遡ってみたいんだけど、それ以前はもともと何をされてたの？はい、もともと会社を立ち上げる前は、うん、ファイナルファンタジーで有名な、あ、出た FF ゲームのスクエアという会社で、スクエア、はいはい、はい、プログラムチームのくっついちゃったスクエア、そうです、うん、くっつく前なんですけど、うん、くっつく前ね。はい、プログラムチームのマネージャーをやっておりました。はい、何ファイナルファンタジー作ってたの？はい作ってた、プログラマーで。はい、ファイナルファンタジー俺もやったやつさ。 ありがとうございます。ハマっちゃったね。はい、作ってた時はチョコボとか出てた？はい、チョコボはありましたね。2からね。はい、もうかな、僕はもう10-2とか11とかなので。あ、そっかそっか、かなり、はい、最近の方ですね。ごめん、多分俺やってないやつ。1,2,3 ぐらいまでやったかな。ですよね、やったかな。はい、ドラクエもそんな感じなんだけど。そうですよね。はい、まあファイナルファンタジーもね、はい、違うファンタジーの世界がいろいろ広がって、はい、まあ、ゲームになってるんだけど、はい、ハマったやつさ。ありがとうございます。でも須田さんが作ってたのをやってないやつ。そうですよね。で、まあまあスクエアでファイナルファンタジーを作られてて、はい、でこれそこからすぐ独立起業したのかな。はい、しばらくだって、うん、ドラクエのエニックスを合併してスクエアエニックスに入ったんですね。あ、はいはいはい、あの時代、あの時期ね。あ、はい、なるほどね。辞めて独立しまして、うん、生まれ育った初めは、うん、大阪の和泉で、うん、はい、起業しました。うんうん、はい、起業して、はい、で初めは何をされてた？起業初めはもう IT の何でも屋さんでいろんなことを、はい、やっておりました。いろんなこと、例えば何やってたの？名刺作ったりとかですね、ホームページ作ったりとか、はいはいはい、プログラムを作ったり、うんうん、パソコンも売ってくれって言われたらパソコンを仕入れてきて売ったりとかですね。これ一人でやってた？初めは3人で立ち上げたんですけど、うん、本当、はい、うーん、まあ大変でした。大変だよね。はい、うん、まあまあまあそんなもんよね、みんな。はい、でそういう大変さの吸ったもんでもありながら、はい、で山あり谷あり、まあいろいろあったと思うんだけど、はい、で沖縄に1年半前に来ました。はい、どういう縁があって沖縄なの？はい、日本 YEG っていう団体に出させていただいて、うんうん、そこが毎月のように全国、北海道から沖縄まで、うんうんうん、いろんな各地でいろんな事業をやっていくんですけど、うんうん、その時に沖縄の何人かの社長が出会ったんですが、もうその方々の人柄がすごく素晴らしくて感動しまして、はい、でいろいろな方に相談させていただいた結果、もう会社ごと移住してまいりました。はい、そうそう、一番初めにね、藤田さんと会ったのがいつかな、去年かな、多分チュラウェイが今みたいに表にこういっぱい出る前だったと、直前ぐらいかな。あ、RBC 放送さん流れる前ですね。前後からちょっとずつ、うん、なんて言うでしょう、問い合わせがいただけるようにはなってきたんですが、うん、はい、うんうん、その時はチュラウェイの話じゃなくて、え、ファイナルファンタジー作ってたのみたいな話をして、はい、まあ、飲んでるから、はい、飲んでパーッと俺も出してたんだけど、はい、そうそうそう、そういう、あれいつかな、多分夏前かな、1年はならないと思うんだけどさ、はい、うんうん、まあまあ、そのある異業種交流会でね、はい、でやって、でそこからパーッと、まあ、離れてまた再会してっていう感じですよ ね、はい、ね、まあまあ、そういうことで沖縄に移住しました。はい、移住されて、でチュラウェイは、あ、うんうん、チュラウェイの発想というか構想というか、はい、そういうのはどれぐらいになるんですか、今現在。はい、1年かけてですね、うん、この今ユーストを見ていただいている方はこの木の方が映ってると思うんですが、うんうん、これが初めの初期の形ですね、うん、はい、こちらが17万円するんですが、こっちが高い高いと言われまして、12月に待望のこちら、うん、ユーストの方は見えてると思うんですが、紙製の方ですね、これが900円ですね。すごい。この紙製の方は、まあ、製造が結構追いつかないぐらい、おかげさまで、うん、作ったら作っただけ売れるような、まあ、安いのもあるんですけど、まあ、確かにね、はい、17万はこれ買わんやつ。いやいやいや、そんな言わんといてください。はい、あ、でも、うん、はい、これがあるからこれが人気あるかもしれないし、はい、けど、はい、確かに覗いてみると、はい、紙より
この木の方がいいけどね。はい、ありがとうございます。確かにね、はい、確かにね、実際にですね、うん、あのあこっちユーキャス切れてないですか、大丈夫ですか、うんうん、あの実際にですね、沖縄に、来させていただいて一番嬉しかったのは1年で、うん、14組も社長さん、うん、得意先の社長さんとか、うんうんうん、あの社長さんのご家族も連れてきていただいたりして14組も那覇に来ていただいたんですね、はい、でもその中で、うん、2組は残念ながらもう3日来たら3日とも台風だったんですね、うん、あ沖縄それがあるんですよね。それあるね。で初めて来ていただいて 僕に会いに沖縄に来ていただいて、うん、3日とも初めての沖縄が台風でどこも行けないとかわいそうで悔しい思いを僕も、ね、せっかくなんで喜んでいただきたいと思ったんですけど、うん、悔しい思いをしたんですね、うんうん、その時に、うん、こういうのがあったらこのチュラウェイとかあって、うん、晴れた日の綺麗な沖縄、あとやっぱり1月のこの今ちょうど泣き人とかでやってますけど、あの桜祭りとか、うんうんうん、ああいう四季折々の沖縄ですね、はい、体感していただきたいと、そういう思いで開発しました。へ、すごい、もうこのフレーズって、はい、もう登場するたびあちこち喋ってるでしょ、喋り慣れてるなって感じ、はい、もう多分ヘアさんにも3回は言ってると思う、はい、どっかで聞いたことあるなと思って、はい、テレビでも言いました、はい、でもね、そういう思いから始まって、はい、いろいろあるんだけど、普通だったらさ、はい、普通だったらやっぱり検索とかなんとかかんとかやるとそういう動画は、はい、まあ、ネットでアップされてたりもするんだよね、多分、はい、そういうの見てると思うわけ、はい、見ててそこからまた360度、しかも動画で、しかもリアルタイムに自分が見たい360度映像があるじゃない、はい、僕たちね、人は立ってて、はい、ね、後頭部にも、はい、映像はあるんだよ ね、はい、ね、それは僕が後ろ向けば見れる、はい、ね、上にもあるから上向いたら空も見れる、はい、という自分の動きに合わせて、はい、その映像が変わる、はい、というところの発想によく行くなと思って、はい、いや現に今あるからだよ、はい、動画として、はい、ネットなどでもいろいろあるから、はい、でそこの切り替えっていうか、はい、こういうのはどこから出てきたの？はい、あ、その、うん、そうそう、360度の映像というのをストリートビューもね、はい、マウスで動かせば見れるから、はい、だけど、はい、自分が見たい方向よね、はい、あれは、まあ、ストリートビューはあれ静止画だけど、はい、動画でさ、はい、その発想はどこから出てきたのかなと思ってさ、はい、どこからですか？はい、実際にですね、うん、この360度動画って先ほどからお話しさせていただいてるんですが、うん、世界的にはVR っていう言葉で表現されます、うん、あ、本当、日本語で言いますと VR、 バーチャルリアリティ、うんうんうん、日本語で言うと仮想現実ですね、うんうん、あたかもその場所に行ったような体感ができるっていうようなものなんですけど、で、例えば Facebook 社が、うん、2000億円で買収した、うん、オキラスっていうような製品であったりとか、うんうんうん、今度プレイステーションのですね、周辺機器にもまた似たようなその VR のヘッドマウントディスプレイが、出てくるということで、世界的にこの実は VR っていうのが、うん、これからどん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 広がってきそうな、うん、今本当にその駆け出しのところなんですね、うん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 、で弊社のこの製品はそういう意味ではパソコンとかプレステとか他の本体が必要なく、うん、この機械だけで、このちっちゃな機械だけでこの機械っていうか、これ木だし、はい、これ紙だし、ね、そうなんです、はい、これだけでバーチャルリアリティが体験できるっていう製品になります、これあれじゃない、はい、もう何、子供の雑誌の付録みたいな感じで、はい、ね、おっしゃるようにですね、この小さな方はチュラウェイゼロって言って12月に発売させていただいたんですが、うんうん、折りたたんでですね、雑誌の袋閉じの付録につけたりとか、できるね、はい、メール便に入れて全国どこでも160円で発送したりとかですね、そういうの使い方ができるんで、うんうんうん、例えばファンクラブ、うん、プロダクションさんとかがファンクラブ向けに毎月発刊するとかですね、あ、いいかもしれない、ね、そういうような用途に、はい、ぜひ使っていただきたいなと思っております。これでアイドルみたいやつさ、そうなんです、アイドルとか、はい、あとライブとかね、アーティストのライブとかも見たいな、舞台の上で見たい、あ、いいですよね、格闘技とかサッカーでも真上からの映像を見れるとか、いいね、はい、いいね、格闘技でさ、はい、実は 前回かな、はい、格闘家の、ヒロトっていうキックボクシング、はい、ムエタイのチャンピオンが来たんだけど、はい、僕がやっつけたんだけど、やっつけた、そうそうそう、で
彼の試合も見に行ったりして、はい、リンクサイドで結構もう生がいいなと、はい、まあ、思うテレビよりもさ、はい、あ、今度2月1日にテレビ放送されますんで皆さん見てくださいねっていうまあまあそれで、あの、レフリーがいるじゃない、はい、レフリーのアングルはどんななのかなとか思ってさ、レフリーの頭に360度の専用の撮影カメラをつければ、うん、つければねもうその場にいるような、そうそうそう、リング上にいるような体感ができる、リングのサイドじゃなくてリングの中で見たいみたいな見たいです、僕も見たいです、はい、見たいみたいな、はい、ね、あと、まあ、さっき映像も見たんだけど、はい、あの水中とかさ、はい、空中とかさ、はい、ああいうのもいいね、そうなんです、あの空撮も今結構あの、うん、なんていうんですか、ラジコンヘリが普及してきてるんで、うんうん、あるんですけど、でもタケコプターみたいにですね、うん、カメラマンが撮った方向だけじゃない、自分が見たい方向を首向けたら見れると、うんうん、上空から本当に好きな方向を見れるっていうのはこれ本当に初めてだと思うんですね、いいないいな、はい、ドラえもんのタケコプター体験ができる、いいね、タケコプター、はい、いいな、やりたい、はい、やりたいな、ね、まあまあ、あのチュラウェイの魅力っていうのは、まあ、ラジオ電波でお聞きの皆さんとか、あとツイキャスユースト動画の皆さんも多分分からんはずあのね、これね、リアルもうこれがもう本当にアナログチックだわけ、はい、あの覗いてみないと分からないっていうね、はい、ね、ほらユーストの皆さん、はい、今ユーストで流します、このレンズの向こうを覗いてみたいでしょっていう、はい、ね、まあ覗いてみないとわからないっていうねそこがねちょっとね伝えにくいんだけど、はい、まあまあ、あのぜひぜひ、藤田さんフェイスブックもあるから、はい、そこら辺ぜひ友達になってください、アプローチしてもらったらなと思いますよ、はい、まあ、平安さんのお友達からもつながっていけるはずだから、はい、お願いしますね、お願いします、聞きたかったらもう一つ、はい、実はね藤田さん、さっきまで、はい、こっち来る前、はい、何してたのっていう、はい、はい、実はですね、うん、何校か学校さん回らせていただきまして、うん、いろんなやはりその IT 業界で働く意義、うんうんうん、どういうもんなんだっていうのをお話しさせていただいております。やはりイメージ的に特に沖縄で、うん、きつい厳しいとかブラック企業みたいなイメージがある IT なんですけど、うんうん、実際はこのチュラウェイもですね、ものすごくワクワクする感動する、はい、そういうような業界なんですね、うんうんうん、でそれをいろんな宜野湾中学校さんとか、先ほどまでは浦添工業高校さんとか、 はい、あとは IT カレッジ沖縄さんとか、はい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 、いろんなところでお話を授業をさせていただいております。へえ、はい、で今日はん工業、はい、浦添工業ですね、浦添工業、はい、どうだったんですか。はい、それがですね、デザイン科の皆さんがだいたい80人ぐらい聞いていただいたんですけど、うんうん、皆さんのこれからの将来の夢は何ですかって聞いたんですね。すごいすごい。なんて言ったと思います？なんて言うの？ニューヨークでデザインの会社を立ち上げたいとかですね。すごい大きく出るな。浦添工業の1年生ですよ、うん、あとは1年生、はい、つい最近まで中学生。そうですよ。あとは同じく1年生の女の子なのに、もう3社からもう大学進学せずに入社してくれって言ってオファーが来てるような女の子とかですね。すごいな、はい、すごいな。もうすごいね。高校1年生でしょ、はい、何やってたかな俺もう、はい、でまあ、そういうようなすごい方々もいれば、うん、やっぱりいや夢はないんですとか、うん、何やったらいいんですかねみたいな子もいたんですけど、うん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 、本当にこのチュラウェイ体感いただいて、うん、IT 業界って面白い、うん、はい、でいろんな話をさせていただいて、うん、やっぱりその将来どんな自分になりたいかっていうのを気づいていただけたんじゃないかなと、うーん、はい、すごいな。で、まあ、夢聞くじゃない、はい、まあ、これ聞く話でしょ、はい、今聞いた話じゃない。藤田さんは何を語るの、はい、喋るの、はい、例えば、まあ、言える範囲でいいと思うんだけど、はい、例えば何が何かありますか。大体授業に呼ばれましたら、うん、まず私のプロフィール紹介の後は私がそもそも学生時代ですね、うんうん、どんな IT 企業で勤めて、まあ、さっき言ったようなファイナルファンタジーのスクエアとかもあるんですけど、うん、はい、どんなところでどういう活動をしてきたのかとか、
まあ、あとはそれに踏まえて、うん、あの自分がやっぱり立ち上げたこの株式会社アクティエージェントっていう会社ですね、うんうん、はい、これがあのどういう初め大変だったけど、そうなんです、そうなんです、今も大変ですけど、まあ、そういうようなお話をさせていただいてですね、うん、あの本当に一人でも多くの方にこの IT 業界に興味を持っていただけたらなという思いでボランティアであちこち行かせていただいております。うん、はい、なるほどね。で、まあ、今工業高校とかあるけど、はい、まあ、高校生でしょ、はい、どういう世代、さっき大学っても話したじゃない、はい、大学生とまた話すのは違うと思うんだけど、はい、じゃあ学生さんじゃなくて、はい、あの社会人向けもあるの、なんかやったりもする、はい、あの社会人向けにも、うん、あのいろんなセミナーとかを開催させていただいて、最近ではあの、うん、Facebook のリーダー養成講座、うん、Facebook の先生を育てるような、あ、先生を育てる、はい、あら、これも結構人気で、あちこち先日もあの南城市のある企業さんに呼んでいただいてお話しさせていただいたりとか、はい、あそこね、あそこです、あそこです、なるほど、はいはいはい、今ちょっと適当に言ってみたけどあそこねあそこです、あそこね、はい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 、でまあまあこうやってあのなんだろう、イメージがさ、はい、何かしらを育てるという、はい、はい、うん、こと、まあ、そういう色が強いかなっていうか、そういうのがなんかテーマにあるのかなっていう印象をちょっと受けるんだけど、はい、でいわゆるこのチュラウェイにしても、はい、何もないとこからおぎゃって生まれてから、はい、これを、まあ、今まだまだ未成熟なんだけど、はい、これをどうやって成熟させるか、はい、というところで、はい、まあ、今宿泊今いろいろやる、はい、やってて、でその中でもあのいろいろな出会いが縁があって協力者もいれば、はい、ね、で今ねテレビの取材とかもね、はい、あったじゃない、はい、うん、で、まあまあこういう活動を暗挙してやっていくわけですよね。で一方ではこういう Facebook のリーダーを育てる講座とか、はいはい、とか何かを啓蒙するっていうのかな、はい、なんかそういうことばっかりっていうか、そういうことがなんか好きなのかなと思って、はい、でいや単純にさ、はい、単純に儲けようと思ったら、はい、儲けようと思ったらさ、安く仕入れて高く売ればいいじゃないって思うけど、はい、なんかそういう色がないんだよね。 ありがとうございます、はい、なくて、まあなさすぎるのも困るけど困るけど、はい、あのそこら辺、はい、そこら辺を自分でどういうふうに捉えて自分自身見つめているのかなっていう、はい、うん、ありがとうございます、うん、それ言っていただけると本当に嬉しいんですけど、うん、大阪にいる時からですね、うん、先輩方に恵まれたんですが、うん、藤田さんと、うん、僕たちは会社やってる人間は、うん、自分たちだけが儲かったらいいんじゃないんだよっていうお話を非常にいろんな先輩から教えていただきまして、はいはい、ちゃんと地域にその自分を育てていただいてる地域に、うん、利益が出たら還元しないといけないんだよということで、うんうん、このチュラウェイももともとはこの沖縄の観光の一助になればと思って一生懸命頑張ってきたっていう背景もありますし、うんうん、またその IT 業界、うん、今きつい厳しいというイメージでなかなかそのなりたい方が減ってきかけてると確かにこれは絶対僕この大好きな IT 業界、うんうん、しかもやっぱり手に職になりますんで、ぜひ若い方に興味を持っていただけたらと、うんうんうん、そういう思いで、で Facebook もですね、やはり無料でできる素晴らしい広告ツールなんで、これもうまく活用してですね、はいはい、もう地域発展していただけたらなと。なんかあれやつさ、はい、答えが100点満点だよありがとうございます、はい、どっか穴はないのかなと思って一生懸命なんか突っ込もうとしてるんだけど、はい、ありがとうございます、でも本当にね素朴な方で、はい、逆に儲けるのが下手っていうのもあるはず、はい、おっしゃる通りです ね、はい、でいや僕も会計事務所にいるから、はい、まあ、人の財布を見る仕事だったりもするんだけど、はい、でその中では確かにIT 業界って、はい、僕の印象なんだけどさ、はい、たくさんあるよ、大なり小なりたくさんあって、はい、一人でされてる方もたくさんあって、はい、だけど消えていくのも多いんだよね、はい、多いし、また、うん、辞めるのもあれば、また復活するのも、また違う形で復活するのもあれば、はい、ね、そういう特に IT 業界 IT 系って、まあ、とにかくネット系もそうなんだけど、
スピードが速すぎてさ、はい、速すぎてついていけんみたいなところが、はい、あるんだよね。でそこで、ちょっとチュラウェイで度肝を抜かれたっていうのこういうやつは、はい、さっきも言ったけどスピード感が速い、どん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 遠い世界に行く、はい、だけどこれって極めてアナログチックだからさ木でできてますからね、まあはい、木でできてる、紙でできてるっていうのもあるけど、はいはい、これは、はい、人間がね、はい、このレンズを直接覗かないと体感できないっていう、はいはい、あそうだね、体感だね、体感ですね、体感するっていうところは極めてアナログチックだからさ、はい、よくそこに戻れるなと思って、はい、なかなか IT 系とかね、そういうなかなか戻りにくいんじゃないかなっていう感じするんだけど、はい、それはなんかこだわりがあるのかな、はい、実際にですね、うん、やっぱり IT ってきれい事で、うん、例えばホームページ上で終わってしまったりとかってあるんですけど、うんうん、これ例えば3歳の子供に見せたらですね、うん、お母さんが取り上げると子供泣くんですよ、うん、返してと3歳の子供がですよ、分かってるかどうか、うん、で80代のおばあに見せたんですね、うんうん、涙ポロッポロこぼしてですね、この年になって80歳のおばあさんがですよ、おばあが、うん、この年になってこんな海の中とか空の上とか映像見れると思わんかったと、うんうん、非常に感動していただいてですね、うん、そういうやっぱり先ほどキーワードいただいた体験、うん、体感感動していただいてですね、うん、本当にいろんな方に伝えていけたらいいなというふうに思っております、うん、なるほど、いいねいいね、じゃあ一応最後に、はい、もうそろそろもう時間があと1分半しかないんだけど、はい、最後に、まあ、今日ブッシュランドで、はい、まあ、突然無理やり呼んでからさ、ありがとうございます、なんかこうさせて、はい、まあ、チュラウェイの話とか、まあ、してもらった、自分のこととか話してもらったんだけど、はい、感想一言どうぞはい、地域のためにこれからも頑張っていきますし、うん、また学校さんとかでしたらボランティアでどこでも喜んで飛んでいきます、うん、でまた企業さんももし興味これ見て、うん、聞いていただいて、うん、興味持っていただいたら、うん、どこでも飛んでいきますんで、ぜひ気軽にお声掛けください、はい、はい、ということでブッシュランド終わりたいと思います。この番組の提供は元気な子豚を育てる赤ミヌファーム、バババン、はい、ツイキャスも、はい、親切で親しみやすい相談者の味方、遠山隆義ゼリッシュ所の提供でお送りしました。本日のゲストはこの方でした。はい、はい、株式会社アクティエージェントの藤田でした。はい、お相手は平安信彦でした。それではまた来週、バイバイ、ありがとうございました。時間が危ない。じゃあね、バイバイ。慌ただしく終わろうね。